魂というのは体の作りがみんなと違うのだ。これね、皆さんに説明をし、はい、これでね、皆さんに私の説明をみんな見なければいけない、いけないんだ。みんなに説明をしてあげよう。ドラゴンというものの生態を。これね、ドラゴンというのはまず、ドラゴンはこのように、このようにね、こうしてこんな感じの形をしている。かわいい。私はね、ヒゲが生えている。パーン。そんで血の甲が生えている。かわいい。ケンガルーじゃないよ、ケンガルーじゃないよ、ドラゴンだよ。そんでここにもね、実は私はもう一本たまにこうして角が生える。そんでここにね、実はね、心臓があるんだよ。心臓が私4つあるんだけど、こことここにあるな。これ弱点、覚えておいてもいいよ。Is that Barney with horns? Barney! Call me Barney! 私、バーニーと呼ばれている。バーニーというのは、アメリカの子供番組の恐竜だね。ピンクの恐竜で、目がめちゃリアルでちょっとキモいんだけど。これね、ここにあって、そんで、脳みそがね、ここに、あるんですけど、これをね、片方ずつ休めることができるんですよ。これね、これドラゴン脳みそ。うぬぬ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 。皆さんに分かりやすいようにドラゴンの脳みそをこちらのように書き出してあげました。なんか汚いね、毛が生えた金玉みたいになっちゃったね、不愉快だね。野生の野良猫のケツの間によくこれ挟まってない？これ分かります？これ猫のケツがこうやってあって、こうして、これは尻尾です。こんな感じでよく挟まってない？ダメ？ダメだった。怒られるよ。脳みそだよ。これはね、私は片方ずつ休めることができる。だからこうやって休んだ。片方今寝ている。今左の脳みそは寝ているよ。だから実は私はみんなから見たら寝ていないように見えて寝ているのだ。これ